あのおすすめの道具の紹介をします。これはね、あの スプリングフィールドの職場でもらったオンベルのウィックロンの T シャツ XL サイズブカブカでもね、シャツがもうボロボロになったんでね、こういうものも重宝します。ありがとうございます。はい、でこれが僕のおすすめアイテム、アームカバーです。もうね、これジオラインっていうあの河川のウェアなんですけど、こんな感じでちょっとニュージーランドね、結構ゴースっていうトゲトゲの植物とかがあったりして、結構引っ掛けてこんな感じなんですが、まあ、3000キロ以上ずっと使ってますね。少し肌寒い時とかにこうやってつけたりします。朝一で動き出しとかね、で動き出して体温が上がってきたらもうすぐ手首の方に置いといたり、もう完全に昼間になったら取ったりとかっていう感じ。めっちゃ重宝します。アームカバー超いいですよ。まあ、よくその長袖のアンダーウェアと半袖のシャツっていう組み合わせよくあると思うんですけど、このシャツのところが結局二重で重なってるんで、ちょっと無駄が多いというか、これであればここの脇からの抜けもいいし、すごい快適な状態で保て、あの過ごせる。あとはレインウェアを着るときに直接皮膚がレインウェアの裏地につかないというのはすごい大切なんですけども、そういう保護にもなるし、日焼け止め、太陽から皮膚を守るっていう効果もありますね。アームカバーはとってもおすすめです。まあこんな感じで歩き出す前はつけて、いざ歩き出しってなる感じですね。なんでまあこれつけたらやるぞっていう感じで、じゃあそろそろ歩き出そうと思います。それでは、おすすめ道具のコーナーでした。